単なる符号かもしれないんだけど、でもまあ写真を返さないとこういうことは起きないし、そうですね、奇跡に思うけど、うん、でも、うん、まあ写真はそれを生み出す先見的な魔法の力があるっていうことなんですね、うん、そう、だから魔術ですよね、魔術で、これいい終わりなんだよね、ここ写真は一回一回が実験であり、それは人間の性が経験の相対であることをどこで通じているはずである。2020年から新しいまた木が始まってるわけじゃない、うん、今まで写真じゃないと思っていたものを、まあ拡張したりシフトしたりしていく、うんうん、まあ第5期が始まってるっていうことでしょう、うん、こんばんは、後藤志雄です。今日は湊千尋さんにですねお越しいただいてですね、今から湊さん の新しい新著ですね、あの写真論距離他者歴史について、まあ、私がインタビューする形で、まあ、お話を伺えたらなというふうに考えておりますので、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大変面白かったですこの本、あ、本当ですか。拝読してですね、最初に前振りで少しだけ感想のようなものをお話しした方がいいかなと、はい、というふうに思いますけど、はい、まあ、ありがとうございます。いわゆる写真論ってなってるんですけど、2つ の意味合いが込められてるんですね。ニープスが写真を発明したちょうど200年目にあたるっていうことで、そういう意味合いが一つあると。それからあともう一つはやっぱりパンデミックによって社会が大きく変容しているときに、まあ、写真っていうものを切り口にして変容について論ずるっていうことで、点がまあ大きく言うと3部構成になってるわけですね。それで距離、他者、歴史っていう視点で変容っていうものについて論ずるということになってるんです。まあこんな感じで間違ってないですよね。はい、はい、まあ非常に面白かったのはですね、写真っていうのはまあ機械ですよね。ウイルスもまあ機械的なものなんですけども、そういうものはものすごいスピードで変容しながら進んでいるわけですね。写真は写真でやっぱテクノロジーとしてやっぱ高速に変化してるってことが書かれていて、湊さんは今までのその200年をそう50年ずつに区切ってですね、第1期、第2期、第3期、第4期、いよいよ5期っていう風なそういうスタイルなんですけど、まあある種の機械なわけなんですけど、それは言語でピン止めするのはとても難しいわけですね。例えば今とかはある意味ではクリティックのまあ、危機とも言われるわけですけれども、SNS でも例えばいいねとかフォロワーの何か数でその価値が決まるみたいな形式になっていて、今までの批評的ないわゆる言説っていうものの力っていうのが衰えてるって言われたりするわけですね。だから写真は機械、論は言葉なわけですよね。でもクリティックはやっぱ言葉なんで、まあ厄介な高速で変容する変容体みたいなものをその言葉で捕まえるっていうのは至難の技だと思うんですよね、僕、うん、それを今回湊さんはこの本でやられていると僕は思いました。これはとてもすごいなと思いました。これもう圧縮されてるんですよ、もうめっちゃ。これ書くのも大変だったと思いますけど、でもここで書かなきゃいけないっていう姿勢を強く感じました。そこがとても共感できたところでした。嬉しいです。湊さん、まあ、この前書きとか序文で書かれてるんですけど、この本はなんていうかどういうふうな思いでまず発案されて書かれようと思ったんですか。まずですね、普通の期間はコロナが始まってから2020年の 6月7月ぐらいからこの本の執筆が始まって、約そうですね、ですから1年か、うん、1年でまとめたってことになりますかね。2020年の夏から21年の夏、構想自体はすごく早かったんですよ、うん、やっぱりディスタンスっていうことが社会的にもう本当にこう前景化されて、うん、あっという間に世界中に広まりましたよね。というのが3月とか4月じゃないですか、うん、2010年の3月の初めにヨーロッパから帰ってきたのが、うん、まあ、本当に海外に行ってた最後ぐらいだったので、最後ですよね、うん、まあ、後藤さんもそうだと思いますけど、そうです、ね、我々やっぱり、ね、ずっとこう展覧会を見たり撮影をしたりいろんな意味で、移動が多かったわけだけれども、まあ、それがこういう形で、まあ、全くしかも 家からも出れなくなるっていうのね、うん、まあ、そういう中で考え直さざるを得なくなって、具体的にはオリンピックの延期が決定された春から2ヶ月ぐらいかな、うん、その間に、うん、構成はもうバッと決まって、だいたいさっき紹介していただいた距離、他者、歴史っていう順番で一気に
書きました。一気に書いたんですね。一気に書きましたね。まあ、モチーフはいろいろあるので、まあ後でお湯をお話しするとして、もう一つ大きなきっかけはやっぱりブラックライブズマターだと思うんですよ。まあ、ニュースを見ながら、前にももしかするとお話ししたことあるかもしれないんですけど、やっぱり写真の歴史って、写真が発明された経緯も含めると、やっぱりヨーロッパとアメリカの、特に白人文化の具体的に言えばですね、の中で出てきて、クリティックも含めて書く、撮る方も書く方も、そこを中心に今まで回ってきたわけなんだけれども、そこに地殻変動が起きてる。で、後藤さんもやっぱりアフリカの、それからアフリカンアメリカンの表現を見ていかなきゃいけないって、アムステルダムでもそんな話をしたと思うんですけどね。そうですね。やっぱりここ5、6年こう急速に出てきたわけじゃないですか。まあ、そこも、まあ、無視できないわけだよね。で、もう一度写真の写真の見方を考え直すっていう、その2つが大きなきっかけですね。今、まあ、3番目のところも、まあ、まあ歴史のところも非常に面白かったですよ。湊さん書かれたんですけど、写真っていうのは何か前からやってくるから、なんとか未来っていうものとなんか連携してるように思うんだけど、でもその後ろ姿っていう話が出てくるんですけども、それはやっぱりなんか言葉の役割が大きいと思うんですよね。世の中とかパンデミックもテクノロジーもそうだけど、やっぱ高速で動いてる時に言語が持っているクリティックの力っていうのは、やっぱ後ろ姿っていう性格も非常に強いと思うんですよ。だからすごい圧縮して何か豊かなそのヒントっていうかな、知らなかったこといっぱい書いてあったんです、この本って。本当ですか。ねえ、いや、お父さんにそう言われると本当だ。いやいや、本当本当。誰だったっけな、プルーストのお父さんの話が出てくるじゃないですか。ああ、はいはい。そうだね、アドリアン・プルーストね。まあ、フランスにやっぱり長く住んでいた、やっぱ湊さんじゃないと、そういう感じって分かんないんだろうなと思いました。ああ、そう、まあ、それはそうかもしれないですよね。やっぱりプルーストの一族の、特にお父さんの、役割ってすごく大きい。それがまあ、今までそれほどね、フランスで誰もが知ってるような話ではないんだけれども、まあ、これもコロナで大きく取り上げられたというか、まあ、新聞の記事にもう一度なるみたいなね、そういうこともあって、だからやっぱりここで書いたみたいに、プルースト100年前ですよね。そうですね、ちょうど100年前ですよね。はい、コロナで亡くなったわけではないんだけれども、しかし呼吸系の疾患をずっと抱えて自己隔離 したわけですよ。そうですよね。自己隔離の中で書きついたのが、作品ということも考え合わせると、なんていうのかな、今回のパンデミックっていうのは、いろんなことをもう一度人類規模で反芻させてしまうということと、それをこう見たり読んだりしている自分自身も考えざるを得ないというか、だからそういう意味じゃ自分自身の背中を見ざるを得なくなるっていうね。写真家って普通そんなこと考えないんだけど、話があちこちに最初ちょっとなんていうか飛んじゃうかもしれないんですけど、はい、印象的なところってすごいあるんですよ、この本って。不思議です。写真家の写真が資料的に、まあ、その口絵も含めて入ってるわけです、これ、この本っていうのは。でも、写真論をやってるんだけど、湊さんが撮った例えばポートレート写真ですね、いろんな人たちの写真、フィリックス語りの例えば写真とか、ピエール・ブルジュの例えば写真とか、レヴィストロースの写真とか入ってるじゃないですか。参考的に入ってるんだと思うかもしれないんだけど、この著者が撮っているっていうところっていうのはすごい重要だと僕は思うんですよね。コロナの時 の、 ダイヤモンドプリンセスでしたっけ、はい、そういうものも撮られてたりするっていうことなんで、つまりこう論図だけじゃなくて写真もちゃんと撮ってるって、ちゃんとって言い方おかしいかもしれないけど、それもすごいユニークな感じがするんですよね、僕は。それも面白かったり、だからその2つの速度、いわゆるその言葉の速度と写真の速度が両方入ってるんですよね。ダイヤモンドプリンセス号は、まあ、一番新しい写真ということになるんですけど、中に入っているガタリーは90年代だし、ピエール・ブリューとジャン・リュク・ナンシーがね、すごい写真、もうだいぶ前ですけども、今までどこでも発表したことない、忘れてたんだよね、実は。で、どうしてこういう写真が出てきたかというと、これは外に出れないからなんですよ。コロナの賜物なんですよね。
多分ね、多くの写真家がそうなったと思うんだけども、みんなね、ネガの整理とプリントの焼き直しなり、暗室にこもったり、スタジオにこもる時間が少なくとも数ヶ月あったわけですよね、おそらく。その間に古いネガを見直す時間っていうのはかなりあったんじゃないかなと。僕はそうだったんですよね。で、それをスキャン、まあ、簡単に自分でスキャンしてみて、あ、こんな写真があったんだみたいな。ガタリはそうですと。この本っていうのはすごい偶然性と必然性の産物っていう感じを僕すごい持つんですね。このタイミングで写真について語るっていうことは、つまりパンデミック論とか社会論というか、いろいろな形のクリティックができるはずなんだけど、写真っていう切り口で今の時代をクリティックするのが一番有効だっていうのは、まあ最初に皆さんは考えられたよりも、まあ自分がそうだからやってるっていう話が多いと思うんですけど、はいはい、ね、結果的にはそれをすることになってるんですよね、うん、それがすごい面白いんですよ。だから写真を切り口にすると、今が一番語り得るし、過去も語れるし、未来も語れるっていうことに結果的になっちゃってるんです。そう思いますよ。だから写真の第5期の始まりに、まあふさわしいっていうかな、この最初の距離っていう章がありますけど、最初に序文があって、写真化する文明っていうのがあって、はいはいはい、まあ、これは前著インフラグラムっていうあの5本があるんですけど、第4期はまあ写真の、だからインフラ化ですよね、うん、写真機じゃなくて携帯でみんな撮影して、まあ、社会のインフラになってるわけですよね、すごい。そうで、おまけにそれが状態接続してるわけで、ずっと接続しっぱなしっていうんだと、うん、それが写真だ。おまけにこう、うん、モビリティの仕組みである全てのものも写真が入り口になって社会のインフラがもう出来上がっちゃってる。これはすごいことなんですよね。これはみんなすごいって大騒ぎしてないんだけど、うん、写真評論家とかいろんな人たちっていうのは、うん、これは文明論ですよね、明らかに。まあそうですね、まあ、あの担当の編集者も第1項を読んで、これ文明論ですねっていうふうに感想をいただいたんですけど、最初から文明論を書こうと思ったわけではなくて、うんうん、結果的にそうならざるを得なかったっていうのが正直なとこかな。ここはまあ、だから例えば状態接続なわけだから、時間論になるじゃないですか。うん、それは。だから例えば3章のところは時間論なんですよね。頭の中で考えて3部構成してなくて、結局写真がパンデミックの時代にどういうふうに変容するかっていう考えていったら、より他者、歴史ってなったんだよね、きっと、うん。まあそういうことです。それ以外ないっていうか、まあそういうふうにならざるを得ないっていうんですかね。でもここまでインフラ化して、うん、もはや画像なしには何一つ成り立たない世の中になってしまうと、うんうん、こういうアプローチに自然になるんじゃないかなと思いますよね。第4期までの写真論というのは、やっぱりカメラと写真と、まあ、そういう枠組みで語っていればよかったんだと思うんだけども、どうやらやっぱり2020年から22年にかけて、うん、そうじゃなく急速に世の中がチェンジしてんというかね、うんうん、今こうやってあの後藤さんと対談してるこの環境そのものも第5期の特徴なわけですよね。そうですね、なんだね、うん、まあ、テレビ会議システムっていうのはずいぶん前からあったにせよ、これデフォルトになったわけじゃないですか、教育の現場からビジネス現場、うんうん、この状態ってすごく奇妙な状態なんですよね。で、そのことをズームファチーグっていうんですか、そのズーム疲れっていう一つのトピックにして、うんうん、ズーム画面でポートレートアーティストがどうポートレートを描くのかっていうね、うんうん、その話題を紹介して、まあ、このアーティストの名前ほとんど知られてないと思うんですけども、でもニューヨークタイムズが取り上げたってことはやっぱり何かエレールっていう人でしたね、うん、何か起きてんですよね。やっぱりたくさんあると思うんですよ、こうした。でも、うん、なかなか気づかない。結局普通のクリティックだったら、うん、でそれがニューヨークタイムズに出て、でみんな密室化してて、ズーム疲れしてて、それこれ社会の問題だって終わっちゃうんですよ。ところが稲田さんが書くと精神のズームっていう話になって、でプルーストの話になったりするわけですよ、うん、一見なんかネガティブな状況を過去に照らし合わせて、見ようによってはいろんな変革のチャンスであるっていうふうなことを提案しちゃってる。提案とは言わないけど、まあほのめかしてくれるんです、うん、例えばブラッサイがプルーストについて写真について
書いていたりするっていう、それとか、その前に例えばそのフィリックス語りの願望機械っていう話が顔の問題ですよね。だから機械っていう話が伏線に書かれていて、それがこうつながっていって湊さんは書いてるんですよ。でこういうゲートっていうのはなかなかできるわけではないんですよね。これやっぱり眼蓄と申しますかね。クリティークっていうのはまあもちろん危機っていう意味合いももちろん出てくるわけですから、社会矛盾の中でそれを言う言説なわけだけれども、あのヒントがたくさんあるんですよこの本って。普通の写真論やる人は例えばジェームズ・ジョイスと写真 の例えば項目なんかはなんか教養では面白いかもしれないけどなかなか入りにくいと思うんですよきっと。だけどジョイスが言葉を選んでる時には写真のスナップのように言葉を扱うわけじゃないですか。例えば今から詩を書く人がいたりとか SNS の中でもう一回言葉を考える時にヒントにするのはジョイスを考えればいいってことになるわけでしょ、うん、そういうようにこの本は読めるんですよね、うん、そうやって読んでもらえるとちょっと苦労した回もあるから。これ苦労してるんですよね、あんまり言うと面白くってね、まあ、第1章は距離なんですけど、ソーシャルディスタンスのことについて書かれてるんですけど、懐かしいけどエドワード・ホールの話、うん、やっぱ懐かしいですか、ね、懐かしくないですか ね隠れたり懐かしいでしょ、はい、まあね、ちょっと70年代っぽいじゃないですか。エドワード・ホールを今出すっていうことはなかなかできないですよ。でそこからエドワード・ホールに来て、この人は僕知らなかったんですけど動物園の話が出てきますね。ヘディガーですね。これはねホールの、うん、本に入っている口絵の写真を調べていて気づいたでしょ。これホールが撮った写真じゃないなっていう動物の写真が、うんうん、昔読んだ時はそれ覚えてなかったんですけど、うんうんうん、これ生態学の話で始まって、うんうんうん、やたらにあの動物の話が多いし、最初も動物の写真でこれは全然違う、うんうん、どっかから撮ってきたに違いないと思って、これはね割と探したんですよ。ヘディガーの本の中に、ね、うん、動物園の近代化を、うん、実現した人として動物園学というのかな、 そこでは有名な人らしいんです。チューリッヒの人なんね。そうです ねチューリッヒの動物園、少し周辺を読んでみるとやっぱり100年前に何かが大きく変わって、うん、ユリシーズもちょうど100年ですよね、うん、今年、うん、ですからいろんなことが何かこうその時にあれだけのスペイン風邪っていうね大きなことがあったっていうのは、うんうん、やっぱり何か変わるんだろうなっていう、ね、でそれがそういうこう、うん、点をつないでいく技っていうのが、うん、とっても面白いですよ。だから今回ソーシャルディスタンスっていうふうに言ったけど、うん、つまりまあいわゆる関係の話ですよね、うん、人間がまあ写真で言えば被写体との距離っていうになるかもしれないし、うん、それと距離によって意味合いって変わるわけじゃない。あの昔荒木さんと話してるときに荒木さんはね、それ8×10で恋人なんか取らないっていうわけですよ。恋人は触れるところにいるから恋人であって、うん、8×10で恋人なんか撮影するっていう写真として間違ってるっていうわけ。面白いですよ。そうだよね。そりゃそうだ。仕上がった写真、まあもちろんトリミングしたりすることもあるかもしれないけど、うん、その距離っていうものが作ってきてるわけじゃないですか、写真で。じゃあ、うん、その意味っていうのは一体何だったのかっていうのをもう一回ソーシャルディスタンスと写真の距離っていうのをもう一回考え直して、うん、ヘディガーっていうものを教えてくれてるわけ、この中で、うん、人間も動物だから、うん、ズームで話したりするような距離、その話もありましたよね。顔っていうものが、はい、ズームの場合でこうやってるけど実際だと例えば何センチぐらい離れてるか書かれてます、うん、50センチぐらいだっていうような。そうですね、だから疲れるんだって言って、ズーム疲れの原因は、そう、これはエドワード・ホールの距離の分類によると、まあ、かなり親密な距離に近くなるんですよね、このズーム画面の距離っていうのは、うん、なので通常は家族だったり恋人でなければ、うん、8倍10の距離じゃないわけなんですよね、うんうん、実際にはでも8倍10のサイズで画面を見ながら会議すると、まあ無意識のストレスが広がってんじゃないかってことですよね、うん、インフラ化っていうのは、うん、単に技術の話だけではなくて人間の意識や記憶やそういうところにこうじわりじわりと影響を与えるんだなって思うんだけどね。そうね、それは思います、うん、それをこう言語化する
準備はこれからなんじゃないかなっていう気がちょっとしますね。100年前、まあ、ジョイスとかプルストもそうだし、ダダなんかもそうですよね。うん、ね、だからそういうものに一回戻って、まあ、ちょうどだから時間もあったんで、自分も見直すし、歴史的に見直して前行くっていうね、うん、そういう感じはしますよね、この本の中では。この頭の距離っていうことでは、随分面白いなと僕は思いましたね、これはね。湊さんが写真家としてもやっている、群衆っていう問題がありますよね、デモとかさ、はい、そういうものとも関係しますけど。はいはい、そういうなんか密っていうものと写真っていうものをもう一回考え直すっていうふうな、うん、あのヒントもあると思うんですよ、これね。うん、そうですね、うん。オンラインコミュニティって言ってるじゃないですか、これなんかも。はいはい、で、オンラインっていうのは一体どこがコミュニティなんだよと。距離ってどうなってんだっていうね。うん、ねえ、まあ僕オンラインコミュニティやってるけど、リアルで一回も会ったことない人いっぱいいるわけですよ。そうですね。だから、うん、今回のパンデミックの時にも通信大学院の人たちなんかは全然会ってなくって、ちょっと緩くなってスクリーニングでリアルで初めて会ったら、うん、こんなに背が高いんだとびっくりしたりとか、ね、ああ面白い、面白い、そういうのはいっぱいありますよね、うん、不思議ですよね、うん、印象が違うんですよね。そう、そうでしょうね。うん。この考え方っていうかな、うん、まあ精神のズームっていう風な、うん、面白い単語があったんですけど、考えさせられますね、これはね。ブラッサイがプルーストをとてもいい本を書いてるんだけれども、うん、とてもいい本で、ずいぶん苦労して、コツコツブラッサイは資料を集めて書いたみたいですけどね、うん、とてもいい本なんですけども、そこでやっぱり気づいてるのは、ブラッサイがやっぱり写真家だったからだと思うんだよね。そうですね。うん。うん、あんな読み方普通しないし、うん、あれはやっぱブルストロンとしてはもう破格ですよね。破格で、うん、まあ他の誰にも書けないというかね。そのブルストロンをガタリの話と考えて、顔面機械とか文学機械の方に持っていくっていうのは、それは湊さんじゃないとできないけど。面白い時代ですよ、そういう意味ではね。2019年までとこれからとでは本の読み方が変わっていくと思うし、とても新鮮な視覚でいろんなことを取り上げることができるんじゃないですかね。特にクリティックという意味では、さっきも言ったように、うん、まあ、しばらくこうクリティカルな状況が続くので、言語も変わっていくだろうし、見方も変わっていくだろうし、例えばキュレーションの仕方にも影響を及ぼすだろうし、まあ、少し時間はかかるかもしれないけれども、キュレーションは時間がかかるので、でも無関係ではやれないと思うんですよね。この本を書いた時に一つ考えたのは群衆論。やっぱり、うん、群衆論を書いたときは、まあ、随分若かったんだけども、本の形で架空の展覧会を作ることができるんじゃないかって考えたんだよ。架空の開催されない展覧会のカタログというか解説文、うん、解説書みたいなものを作れるんじゃないかってちょっと考えた。今回も少し考えたところがあって、通常は出会わない作家や作品が並んでますよね、この、うんうん、ショーの間に。小さなギャラリーに展示したらどうなるんだろうってことをちょっと考えて、うんうん、何かね、今まで気づかなかったこう連関とか、うん、そういうヒントになるんじゃないかなっていうふうに、うん、それはね、うん、読んでて思いましたよ。キュレーションされたと、愛知トリエンナーレをもう一回できるなと思いましたいやいや、もう一度できないけどでも、ね、そういうこともできるんじゃないですかね。うん、もう一度本という形でね、ある意味ではそう、キュレトリアルディスコースっていうかな、そういうものを距離っていうので展覧会できるし、まあ、よそ者ストレンジャーっていうかな、そのキュレーションしてる人いるけれども、まあ、うん、そういうのは非常にやっぱコンテンポラリーなテーマですよね。そういう、うん、だと思いますね、うん、今回ゲオルク・ジンメルを少し取り上げたのと、うん、後半ピエール・ブルリューの写真を撮ったのは、そうそうそう、最初はね、もう少し写真理論というのか、ベンヤミン・ラランバルトをもう一度読み直してみようっていう気持ちも少しあったんだけれども、うんうん、それはすぐに消えて、社会学のブルリューの方に行ったと行っちゃいましたね。社会学がどの章にも関係してると思うんだけども、うん、ホールの前にやっぱりジンメルがいて、うん、でロバート・パークがいてっていう、うんうん、もう一つはブラック・ライブズ・マターで黒人の写真をいくつか取り上げると、どうしたってやっぱり
ソシオロジーに触れざるを得ない、ね、うんうんうん、そうなりましたね結局。今一番世界中のキュレーターがブラックライブズマターに刺激されてるわけ でもこれはもうブラックライブズマターっていう形で出たけども10年ぐらい前からもう、うん、そういうアーティストたちは出てきたし、今までのこう非対照的な関係ね、だから、うん、白人が黒人に対する眼差しっていうものを、まあ、自己批判的にいろいろ書くっていうことをやってたんだけど、はい、黒人側の写真も撮るし論もやるしっていうことが潜在的に動いていて、それでタイミング的に例えばトランプが出てきたんで、この中でアメリカでもうすぐにそういう展覧会が行われるっていうことは今までのやっぱり用意があるからですよね。そういう意味では長い、それこそ100年以上の蓄積があって、でこれだけの 広がりになったということだし、章としては短いんですけども、一番本を読んだのは実はこの黒人写真誌のためにで、バラク・オバマとミシェル・オバマの自伝まで読みましたからね、すごく面白かった。どうした黒人大統領が誕生したのかっていうことの背景が、うん、やっぱり、ね、シカゴにあるんですよね。そうね、これもシカゴが非常に強調されてましたね、うん、音楽ではシカゴって一つのブラックミュージックの聖地だし、ね、ブルースだし、うん、だけど写真誌の上でシカゴって本当にこう暴流というのかな、やっぱりニューヨークがトップで、シカゴってほとんどねあまり出てこないんだけども、うんうん、実はやっぱりすごく重要な場所なんですね。そうです ね, ねそれは最近でもあって、この間死んじゃったけどバージル・アブローっていう黒人でルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターやってた人はシカゴです、はい、その人たちがクリエイティブのフロントにいたりとかするのもそういうような歴史の反映なんだと思います、うん、シカゴっていうものの存在というかな、うん、だからね、おおと思いました、これ読んだ時。しかも、なるほど、こういうことがあったので、はい、もう少し掘り下げるには時間が必要でも、うん、これからだとは思うんだけれども、いい展覧会が出てくるんじゃないですかね。写真もそうだけど、まあファッションもそうなんだけど、まあ、デザインにしても建築にしても、うん、やっぱりものすごく大きな存在で、ブラックシュロリアリストっていうのもね、ムーブメントとしてやっぱりシカゴなんですよね。うん、そういったこともこれから、ね、研究が進むんじゃないですかね。例えば距離のところはいわゆる関係っていうものが、まあ、どういうふうに変容するかっていうことについて、まあ、書かれてるっていうふうに言ってもいいと思うんですけど、次の他者はより精密に語らなければいけないっていうことになりますよね。やっぱ写真っていうそのいわゆる眼差しを扱うもの、文学でそういう黒人文学論みたいなものがあったと思うんだけど、黒人写真誌っていう風な形で書いた人って日本人ではいないと思うんですよ、多分、うん、去年のアートレビューの、パワー100のやっぱり10傑っていうのはほぼ黒人っていうことですよね、うん、今まで一方通行でその黒人を論ずるときにも白人のクリティックだったんですよ。でも黒人のクリティックになってるし、うん、から黒人の写真家になってるし、うんうん、ここの章で出てる、まあなんて、リチャード・アベドンとボールドウィンの関係っていうのは出てますよね、ここは。はい、それはまあ非常に面白くって、それでアベドンの写真をロラン・バルトが明るい部屋で引用している引用の問題っていうのをですね、でもなんかさりげなく深く指摘してましたよね。ミハトさん。面白いですよ、ねはい、これやっぱりあの明るい部屋を何度か読んでないと読み飛ばしちゃうとこだと。そうですよね。この本の中で唯一ロラン・バルトが出てくるのはその文脈なんだけども、でもやっぱり指摘できるのはこうした地殻変動が起きてきたからだとも思うし、そうですね、はい、それからやっぱりアベドンの仕事の幅の大きさね。そうですね、うん、やっぱりあの、まあ、日本でもアベドン好きな人も多いし、写真論としても書かれてきてるけども、うん、アベドンのこう政治的な、まあ、単純ではないと思うんですけど、ただボルドウィンとのね二人三脚的なこの仕事っていうのはもう一度取り上げられていいんじゃないかと思うし、ブラックライブマターの時にやっぱりいわゆるボルドウィンリバイバルみたいなものってすごいありましたね、うん、アメリカで、ね、でもこの、はい、そのナッシングパーソナルに入ってるこの、あの最後の奴隷っていうのでロラン・バルトが挙げてる人いるじゃないですか、はいはい、この集合写真ってナッシングパーソナルに入ってましたっけ。これね、あのタッシェンが出した、タッシェンが出したやつには入ってるんだ。入ってるんですよ。
今日これ持ってきたんですけど、うん、あのこれがオリジナルバージョンですよね。オリジナル僕も持ってるんですよ。ね、これ入ってないよね。入ってないんですよ。で、これのタッシェンがアニバーサリーバージョン出したじゃないですか。うん、17年に出した。そう、うん、メイキングっていうのかな。あんまり書評は出なかったんですけどね。うん、やっぱり安倍丼昔の人でしょっていうのがあったのかもしれない、うん、だけど僕はもう本当にびっくりしたんだ。びっくりした理由の一つがこれなんですよ。この写真を見てと思って、これすごいよね、これ知らなかったから。はい、なんだ全然印象違うじゃん。そう、全然違いますよ。だって僕らはこれしか見てなかったわけでしょ。そう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 。バルトは多分この本一冊見てなくて、ここしか見てない、この一枚だけしか見てない、うんうんうん。写真ってコンテキストを知ると知らないとでは随分違った結果が出るっていうことに、アベノンとボルビンの二人三脚を教えてますね。うん、本当に驚きですね。タッシェのぜひあの見てみてください。見てみますわ。ね、びっくりします。ブルックリンだっけの、高校の同級生だよね。うん、ボルビンの。うちに遊びに行って、うんうん、母親となんか会話したりとか。おまけにボールドインゲイだからね、うんうん、そうね、さらに複雑だからね、ボールドイン。そう、さらに複雑ですよ。昔誰か言ってたけど、やっぱり、ね、写真って面白いのは、うん、知ってると思ってるのは本当に紙一枚ぐらいの話で、うんうん、その背後に膨大なアーカイブというのか、まあ、発表されなかったものも含めて、うんうん、まあ、眠っていて、この世界に入り込むと人生いくつ何回あっても足りないっていうかもしれない。でよく知られているイメージほどそうである可能性がある。あの、イコンになったイメージほどその可能性がありますね。これはとってもいい例だと思う。そうですね。うん、難しいですよ、写真史を書くっていうのは。そうね、僕が思ったのは写真資格の本当に難しいと思いましたね、うん、全カット全アーカイブを公開している写真家っていうのはほとんどいないわけだから。ウィノグランドの写真なんかでもさ、昔展覧会の時にベタが左ページにあって、それで選んだ写真っていうのがあれです入ってるやつあるじゃないですか。うん、あるある。チョイスによって全然写真が違うんだよね、言い方がもう、うん、でもその1枚で歴史化されていくわけですから、うん、それは写真のすごいところですよね。そう、トットパパジョージっているでしょ、うんうん、ウィノグランド仲良かった、うんうん、あの日ね、これちょっとあの脱線になるけども、うん、あの動物園に一緒に行ってたんだね。で、あのチンパンジーを抱えた黒人と女の人、女の人がね、うん、あのカップルに最初に気づいたのはトットパパジョージらしいんですよ。なるほど。で、トットパパジョージはね、縦位置で撮ってる。でそこに追いついたどうやらウィノグランドが、お前ちょっとどけみたいな感じでセットアップなんだね。そうで、俺が撮るって言って、まあ、セットアップというか、まあ、あのカップル目立つから俺に撮らせろ、うん、で、あれが一番有名な写真の一枚になったわけだね、ウィノグランド。すごい写真ですよね。トトパパジョージどっかで書いてるんですよ、実はもう一人写真家がいたんだけど、だけどやっぱりウィノグランドはすごいと。そう、ウィノグランドはまあすごい写真家ですよ、本当に。うん、いや、すごい、うん。すごいと思うけど、僕も好きですけどね。繰り返しになるけど、やっぱりよく知られた写真をもう一度見るっていうのは、うん、見て、ちょっと調べてみる。ガタリのポトレートが入ってて、はい、それを木湊さんがどうやって撮ったかっていうのも書いてあるわけよ。その写真の裏の話っていうのも、ちらちらと出てくるんだよね、この本っていうのは。それもすごく面白くて。そうすると、精神科医だから、患者を、座らせる場所っていうのがあるわけよね、うん、精神分析っていうのは、まあ、いわゆる臨床っていうのはそれで決まるわけですから、はいはい、座る場所とカメラの関係について書いてるっていうところも、さりげなく書いてるけど非常に重要なこと書いてる。まあそうですね、日本語で見るっていうといろんな漢字を当てはめられる、それにも触れて書いたんですけど、何か撮られてるっていうねあのポートレットは考えてみるとガタリの生前最後ぐらいじゃないですかね。撮影した年か数ヶ月後に亡くなってしまったので、いろんなことを思い出しましたけど。でも面白いのは、だからそういうこう、まあ、よそ者を撮ったり、顔の話を書いたりするんだけど、うん、その中に、湊さんの写真のいわゆる実践例が入ってるってことなんですよね、ここに。そのエピソードもちらちらと出てきたりするところが、非常に写真論としては珍しいっていうか、面白いというか、うん。今まで撮りながら考えてきた
っていうこともあるし、うんうん、ダイヤモンドプリンセス号もそうだし、そうですけど、やっぱり現場に行って見ないと考えが進まないこともある、うんまあ、そういう癖がついてるというのかな。他社のところだったかな、シェルターの話が出て、箱男の話になって、いや、安倍工房の話ね。はい、ね、それで箱舟桜丸の話になって、うん、安倍工房が出てきて、安倍工房の写真が載ってて、でその写真は、なんと湊さんが撮ってる安倍工房で、エピソードも書いてある、うんまあ、こういうゲートはなかなかできるものではない。うん、あれ、いいでしょう、安倍工房の。そう。頭描いてる写真って。これは連続カットで入れるっていうところがいいよね。うん、これはそうね、ワンカットで、それ著者禁影的な写真はたくさんあると思うから、うん、普通入れない写真じゃないか。で30分これは早く終わったんですか、その時の講演って。いやいやいや、何時も喋った、ちゃんと喋りましたね、うん、気づいてこう腕時計をねこうやって置いて喋ったんですよ、多分あ逆になってたって言って直したから時計を針を読み間違えたんだね。でもエピソードがうまく箱舟さくら丸の、うん、もう中に出てくるエピソードに重なっていて、聞いていた観客はちょっとこう手品にかけられたような気は少ししたね。本当に30分早く終わろうとしてたのかもしれない。こういうエピソードってやっぱりあまり残っていかないですよ、うん、もうさまつな話だし、特にね重要な話でもないんだけど、まあ、箱男と箱舟桜丸を2つ出すっていうところが皆さんの面白いところなわけですよ。安倍公募も写真撮ったしね、写真論の形では書いてないけど、まあ、安倍公募全集に入ってますけどね、はい、非常に先駆的な人だったんで、ここで安倍公募が出てくるっていうところがね、写真論の中に安倍公募が入ってるところがね、箱舟桜丸の話が出てるっていうところも早期だかと思いました。でも後藤さんも何年か前だったと思いますけどね、やっぱり若い写真家たちが安倍公募をもう一度、ね、読み始めてるということで、そうしたテーマで展覧会あったと思いますけども、そうなんです、やったんです、これもやっぱりプルースト、さっきのプルーストじゃないんですけど、うんまあ、よく知られる作品でももう一度別の角度から読み直すっていうきっかけになるんじゃないですかね。なるでしょうね、AI だとか、それからそういうセンシングテクノロジーによって新しい表現を生み出すっていう話ももちろんあるんだけど、じゃあ人間どうするかっていった時に、うん、後ろ姿的な文学っていうものは非常に重要になるんじゃないですかね、うん、それを思いますよ。写真論なんだけど使われてるものはかなりやっぱ文学なんで、うん、そうですね、うん、やっぱり外に出れなくなってたくさん本読む時間ができたってことも、これ世界中で起きたと思うんですけどね、長いものを読む時間ができたっていうのが一つあって、うん、プルストもそうなんですけども、ジョイスもそうだし、やっぱり今まではなかなか時間が取れなくてっていう、うん、中で腰を据えて読んだって人多いと思うんですよ。多少難解で長くて骨の折れ物を読んだり見たりすることが全世界的に起きたから、これから面白いじゃないですか、うん、クリティックにしろ何にしろ、最後のやっぱ歴史っていうところも面白くって、でここで僕もその本持ってるんですけど、例の広島モナムールの話が出てるじゃないですか、はい、マグリット・テラスの原作のやつを映画で撮影して、それで女優が日本に来て、その時の撮影の時に広島をまあ、撮影してたわけですよね。最初は全然分かんなくて、それなんか皆さんのところにそれのコピーが来ちゃって、これそのものももうお話みたいっていうか、うん、これはまあ本当に写真が生み出した現実っていうか、まあ、思い出させたっていうふうに言ってもいいかもしれないし、いや本当そうです、写真の力ですよねこれ、もう本当にそういうしかないですよね。これを最後の方に持ってきたのは、うんまあ、距離他者歴史こう全部入ってるような話で、うんうん、でしかもぴったり50年後に戻ってくることができたっていうね、写真撮った人が、それは単なる符号かもしれないんだけど、でもまあ写真を返さないとこういうことは起きないし、そうですね、奇跡に思うけど、でも、うん、まあ写真はそれを生み出す先見的な魔法の力があるっていうことなんですね。そう。だから魔術ですよね。魔術です。魔術的な、まあ、魔術、その一つの例なんですかね。このね、一番最後の終わりのところでね、はい、この最後が割に感動的なんだよね。写真はすべからく実験であるって書いてあってね。これいい終わりなんだよね、ここ。
写真は一回一回が実験であり、それは人間の性が経験の相対であることとどこで通じているはずである。距離を近くするための実験であり、他者を感応するための実験であり、記録を歴史につなげるための実験である。失敗を恐れていたら実験はなく、実験がなければ明日は見つからない。写真とは光と影が出会う場所への遥かな旅であるって書いてあるんですよ。いいこと言うよね、宮野さん。ありがとうございます。これ勇気づけられると思うのは、実験がなければ明日は見つからない。写真って実験なんだよね、やっぱり。写真発明200年って言い切っちゃっててね、うん、いや違うっていうふうに言う人もフランスにたくさんいると思うんですよ。そうね、1839年なんだからって、まあ、オフィシャルにそうなってるんだけど、ね、うん、だけど実験だっていうふうに考えると、うん、実験に成功したダゲルが、うん、1839年にね、うんうん、成功したからこそ認められたんだけど、実はその前に何度も失敗していて、で最初にその失敗の中から見つけたのはやっぱりニエプスだ。これは歴史的な事実です。原版を残すことに失敗ないんだけれども、うん、だけど写真の原理をこう物理的に証明して見せたのは1822年っていう、うんうん、まあ、思ってるわけじゃないですか。少なくとも、うんうん、シャロン・スユソードの街では、ね、失敗を恐れないのが写真だって考えた人から、まあ、200年っていう考えもあっていいんじゃないかなか、うんうん、それがなかったらダゲールは諦めてたかもしれないんだし、勝者だけの歴史じゃないってことだよね、うん、写真は。実は写真はだから言葉よりやっぱ早いもんだしね、やってみないとわからないっていう精神が重要だと思うんですよね。行ってみないと何が撮れるかわかんないとかね、はい、そうですそうです、うん、行ってみないとわかんない、うん、ね、行ったら全て終わってるかもしれないけど、とりあえずとりあえず行かないと話にならないとか、まあ、そういうアートって他にあんまないじゃないですか。第5期が始まったっていうところじゃないですか、うん、第4期は1970年から2020年っていうことがあって、2020年から新しいまた期が始まってるわけじゃない、うん、距離の実験もあるし、で他者の実験もあるし、時間の実験もあるし、うん、そういうことがポストフォトグラフィーっていうものを動かしていくんじゃないですかね。今まで写真じゃないと思っていたものを、うん、まあ、拡張したりシフトしたりしていく、うん、まあ、第5期が始まってるっていうことでしょうね、うん、きっとね、うん、まあその通りですよね。とても素晴らしい、これは本だったと思います。いろいろ考えさせられました。ありがとうございました。よかったです。はい、うん。